木内先生、40番に参加していた,だきいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず初めに自己紹介とご専門の簡単な説明をお願いします。はい、私は菊池義雄です、えー。1965年生まれです。えー、東北地方の宮城県仙台市で生まれました。 え1992年に国立東北大学を修了の大学院を修了しましてその後え福島県にある福島県立博物館の学芸員として就職しましたでその後、まあ学芸員の勤務を続けていましたけれども 1999年に国立大阪大学のドクターコースに入りまして、そこで、えー、ドクター論文を書きました。で、その終了した後に、えー、福島大学に採用されて、現在は福島、国立福島大学の 行政政策学類というところの教員をしています。で、私の専門は日本の考古学、特に古墳時代を専門にしています。で、まあ、古墳時代のどういうことを専門にしているかといいますと、まあ、大きく言いますと、日本の国家の成り立ち、 を古墳から研究をするということを自分の専門にしています。そして私の住んでいるところ研究フィールドが日本の東北地方ですので、まあ、日本の東北地方というのはこの後で話をしますけれども古墳文化の中心地からはやや離れた終焉の場所にありますので 終焉地域における国家形成の過程を研究したいというふうに考えて、まあ、ざまな研究を行っています。そして、えー、さらに国家形成という観点から、中国ですとか、 中央アジアですとかヨーロッパの国家形成のプロセスにも非常に興味を持っておりましてその関係での調査や研究も時々行っていますということで日本の考古学古墳時代の航空学を専門にしていますがその中で世界との比較というふうなものを重要な研究の、まあえー テーマにもしていいいるとととううこででですすす以上です、うん、ありがとうございますは,い、ではあの古墳というものをよく知らない人に説明するとしたら、古墳とは何でしょうか、また古墳の文化的な意義をご説明いただけますでしょうか。はい、え古墳というのは、清理大きなお墓のことの総称です。 しかし大きな墓というだけでは日本の例えば縄文時代などにも存在していますので日本の古墳という場合には前方後円墳という特徴的な形のお墓を典型という存在と考えその前方後円墳が存在した紀元後3世紀から7世紀まで に存在する前方後円墳と類似する特徴を持つお墓を古墳というふうに総称しています。そして古墳は日本の国家の形成期に現れるものと考えられます。その意味で国家形成の時期にあたる中国ですとか中央アジアですとかエジプトなどにも 同じような大規模なお墓が現れますのでそういったものと日本の古墳は共通しているというふうなことが言えるかと思います一方、えー、例えばヨーロッパのイギリスですとかフランスですとかドイツなどの新石器時代にはロングバローとかメガリスメンヒルなどの大きなお墓がありますけれどもそれは新石器時代の墓なので日本の 古墳時代に存在する大きな墓とはかなり違うということでその辺の意味とは異なるというふうに考えられます。そして日本の古墳ですけれども、まえー、前方後円墳を先ほど典型とするというふうなことを言いましたがしかしそれ以外にも前方後方墳ですとか方墳とか円墳という多様な形態それから多様な えー棺、埋葬施設を持っていまして、そのようなお墓が、日本の、日本列島の東北地方の中部から、九州地方の南部まで分布しています。そして、さらに、その古墳の規模もかなり違いまして、最大では500メートルを超えるような、えー、大きな 世界遺産になっている現仁徳天皇陵と呼ばれているような大きな古墳から直径が5メートルほどの非常に小さい円墳まで、まあたえー、非常に多様な規模の違いが見られます。こういった形や大きさの違いを捉えて現在の日本の考古学の研究では大和地方は現在の 近畿の奈良県を中心とした地域を中心に各地の市長が政治的なネットワークを形成していたというふうに考えられるということになりますあの今回は津波の被害を横た福島県の古墳に焦点を与えたいと思います発出調査に,において大変だったことがあれば教えてください 体力的にも大変だったと思い,思いますが、世論など、社会的評価などはいかがでしょうか。はい。まず、いか日本の、えー、古墳、まあ、今回、東日本2011年の東日本大震災において、えー 津波の直接的な被害を受けた古墳というのは、まあ、ほとんどありません。で、えー、さらにですね、あの、他の時代の遺跡、縄文時代ですとか、弥生時代ですとか、中世とかの遺跡でも、えー、津波の被害を受けた遺跡は非常に少ないんですね。で、一方、その津波が、 起きた津波の被害があったというのは、えー、そういう遺跡がない場所の方がむしろ非常に多かったということになりますですから、えー、津波の被害というのは、まあ、古墳だけでなく他の遺跡でも実は非常に少なかったこれはおそらく日本の、えー、これまでの長い歴史の中で、えーまあ、津波が何度も ているのでえー、昔の人々がそういう場所を避けて、えー、都市や、えー、町や遺跡まあお墓を作ったというふうなことのためだというふうに考えられます、はい、一方ですねあのご存知だと思いますが福島県では、えー、原子力発電所の事故がありました。そして えー、その原子力の災害が福島県の広い範囲にありましたので、えーまあ、私も福島県内で古墳の発掘調査を行っていますが、その原子力災害の影響というものに非常に気を使って、えー、東日本大震災原子力発電所の事故から2年ぐらいは、外での調査というのには、 外,外での調査はあまりできませんでしたこれは、えー、学生ですねスチ,ューデントのスチューデンツの健康ですね、えー、体の健康を考えたりもしたためでもありますしかしそういうふうな原子力災害の影響も次第に小さくなってきていまして現在は通常の学術発掘調査やフィールド調査もほぼ問題なく できるようになっています一方、えー、そういう原子力災害の影響というのはあの、まあ、主に福島県だったわけですけれども、えー、日本国内の他の地域の方々からの、まあ、厳しい目視線ですねもありまして、えー、福島県で外でそういう調査をするのはどうなんだというふうな批判なども当初は ありましたけれども間もなく10年経つというふうなことでそういう批判も次第に、まあ、なくなってきたというふうなことも言えるかと思います。あと、えー、オリバーさんご存知かどうか分かりませんけれども、えーまあ、福島県だけではなく、えー、被災した東北の岩手県宮城県福島県では えー、行政ですね、えー、政府による復興のための発掘調査というものが文化庁の指導により多数行われてそれを支援するための、えー、職員が全国からこの3つの県に多数合計で400人ほどやってきました。そそれでう、えー、ういう復興ののための発掘 調査の、えー、手伝いといいますか、復興のための発掘調査を支援してくださったということがありました。うん、それからもう一つ、えー、と言いたいこととして、えー、現在、福島県の,あの原子力災害原、原子力発電所の事故があった福島第一原発第一原子力発電所の周囲に、 中間貯蔵施設インターミディアイトストレージファシリティというものが、えー、建設されています。で、そこにも遺跡があり、そこも福島県の政府が、えー、発掘調査を今した、えー、去年、それからおととし行い、ほぼ終了しています。ですかから、ら、原子力発電所から えー、2キロ、3キロぐらいの近い場所にある場所も、そういう中間貯蔵施設のための発掘調査が行われているということもあります。しかし、これは今のところ世界にはほとんど知られていないので、これからそういうこともお知らせしていきたいなというふうに思っていますではあの、東日本大,大震災からあの10年が経ちました。 その間、福島県の古墳の修,あ修復はどのようなあの影響を与えたと思いますか、はいはいでまあ、先ほど言いましたように、えー、福島県の古墳はそれほど、まあ、地震の揺れでストーンチェンバー、石室が壊れたりしたものもありましたけれども、えー、それほど大きな被害はありませんでした。 ので、えー、修復された古墳もあまり多くはありません。少しの国指定史跡、ナショナルヒストリックサイツがいくつか修復されたというのがあります。例えば、福島県郡山市の大安場古墳、4世紀の古墳です。あるいは、あの古墳ではありませんけれども、えー、 白川市にある小峰城という、えー、近世のお城、そういうものの、えー、修復が行われました。そういったものは、えー、ナショナルヒストリックサイツとして、地域の歴史公園ですね、として、まあ、修復されて、現在住民に親しまれて使われています。それから、 えーまあ、先ほど説明をした政府が行った復興発掘調査では、まあ、その調査が終わった後は基本的に高速道路、ハイウェイですとか、えー、被災者の家、住宅ですねそれからあるいは公共施設、えー、などが作られたりしましたのでそれらにより、まあ 取り壊されているんですけれども、中には、えー、非常に重要な遺跡が見つかったということで、保存されたものもあります。福島県ですと、例えば、広野町にある桜田遺跡という、えー、これは紀元後8世紀の古代の遺跡ですが、そ,そちらは、えー、非常に重要な遺構、 が見つかり建設予定が変更されて、えー、保存されたというものもありますまあ、このように、えー、いくつかの重要な遺跡の発掘が復興発掘調査で行われそれにより、えー、実はこの東日本大震災の津波があった地域というのは、えー、これまであまり 開発発ががななく発掘調査が少ない場所でしたそのために考古学の遺跡の内容がよく分からなくて、えーえー、歴史の復元が難しい部分があったんですけれども、えー、このような、まあ、復興発掘調査などにより、まあ、新しく情報が得られて まあ、地域の新たな歴史の掘り起こしに大きく貢献したという部分もあります。はい、以上ですあの最後に福、福島県における文化財の未来について、ご意見をお聞かせください、はいはい、あのまず、このような、えー、機会を与えていただいてありがとうございます。で まあ、福島県は津波の被害もありましたけれども、先ほど言いましたように、原子力発電所の爆発による大きな影響が、まあ、今も残っている部分がありまして、それによって、現在もえ避難をしている文化財があります。それは、まだ元の えー、市や町に戻っていないものもあります。ですので、これ、このような、えー、元々あった場所から避難して移されている文化財を元の場所に戻すためのいろいろな、えー、仕事をするというのが、私のこの重要な、まあ、使命だというふうに思っています。うん、そして、 今回このようなインタビューをしていただいてこのような福島県であった発掘調査や被害などをそれをさらにどういうふうに元の状態に戻していくのかというふうなことを世界の皆さんにお伝えしていくということが私の大きな仕事であるというふうに思っています。 そして、まあ、東日本大震災から間もなく10年ですけれどもその後も日本では、えー、台風の大雨による被害ですとか、うん、熊本県の大きな地震ですとか非常に多くの自然の災害が起きていますでそれによってあまりイギリスには知られていないかもしれませんが、えー、多くの文化財が、えー 被害を受けています。で、そのような大きな自然災害が発生したときに、もう文化財の被害が繰り返さないようにしていくための取り組み、まあ、えー、政府としてどうするのか、それから、えー、考古学の学会としてどうするのか、そういったことが、これから 重要なな検討課題になっていくと日本全体として考えていかなければいけないことだというふうに思っています。うん、さらに、えーま、もう10年経ちますけれどもその当時10歳だった人も今は20歳になっているということで次第に、えー、若い世代が、えー、これからの文化財をの中心を担う仕事をしていくことに なっています実際に20代30代の比較的若い人たちが福島県の被災をした市や町に就職して新しいい文化財保護の力になっています、うん、そのような彼らを支えていくのが私のもう一つの仕事であるというふうにも思っています。 以上です。これからも、あの、福島県や東北や日本の、えー、様々な問題や、えー、文化財の保護に、えー、ぜひ注目をしていってほしいなと思います。以上です。